ッチが復活した理由が、うん、全部積み込まれてる。おでも2代目は何でしょうか。これはスカイラインのニスモになります、うん、はい、何がどう違うんですか。まずさっきの Z と同じように、はい、空力のパーツがですね、はい、その赤いラインがついてるパーツっていうのがここですね。そうです、はい、それがやっぱスカニスモの特徴的な部品で、うん、まあ、機能としてはやはりさっき言ったように車を下に押し付けるような力を発するパーツになります、うん、はい、それがまず一つですね。それから外観でいくとですね、はい、実は今回 GT バッジが付加されてる。懐かしいですね。あ、そうですね。いや、僕らの時代はね、はい、もうまばいですよね。はあ、今回作っててやっぱり上質な乗り味とかね、うん、まあ、サーキットに持ってきてもそこそこ走るんですけども、うんうん、そういうバランスからいくと、まあ、やっぱグランツーリスモみたいな名前でね、うん、もう一回スカイラインを復活させたいなと思って、うん、まあ、みんなでつけた。確かにさ、スカイラインってファミリーカーのなんか延長線上になってる部分があると思うんですよね、うん、でもスカイラインって特別な車だから、うん、でこういう形でこういうのつけられるとなんか、あ、そうかって、今まで GTR ばっかり目を向けてた人があそこまで行く必要ないよな、こっち側の方が本当は街走ってるのは楽しいよなって、うん、こっち側の方がもっと言うと品があるのかなってふっとも思う人ってたくさんいると思うんですよ。だって我々の世代の頃って、うん、スカイラインって日産の柱ですからね、うん、そうですよ。だからこのバッジをつけるっていうことはどれほどこう思い入れが入ってるかっていうのがね、それはこれ俺この中でこれが一番楽しみかな。そうですね。なんかスカイラインが本当に日産の柱でいてくれたのかどうかっていう。ねえ、ほら、なんか例えば普通のお父さんがさ、普段はね家族を守ってんだけども、はい、いや実はちゃんとね、うん、体鍛えていたっていうさ、うん、家族がみんながさ、いやお父さん普段はなんか寝ぼけてるけど全然実は違ったのみたいなさ見直してくれみたいなのあるんじゃない、はいはい、そういうのはものすごくこのスカイに対して僕なんかはあるんですよ。だから本当にね、土屋さんが言われたみたいにこれに対してはね特別なね、思いもあるし、なんかちょっと楽しみですよね。これもじゃあ結構パワーとか、そうですね、 Z と同じように420馬力のエンジンで、はい、まあまあ、トルクはね550ニュートンなんですけど、これは実は Z9 速の AT 持ってるんですけど、これは7速 AT でぐいぐいこうでかいトルクで引っ張ろうっていう、それが GT のまあ乗り味っていうふうに僕ら思ってるんで、じゃあエンジンは一緒ですか。はい、ああ、なるほどね。あと室内も変わってます。室内も赤いステッチで、はい、まとめているので、シートはですね、これ普通のシートですけども、はい、レガロもオプションでは用意されます、はい、さあ、そして後ろもあります、はい、まあ、やはり後ろのバンパーの下のところがやっぱりディフューザー構造になってて、空気を抜ける、うん、早く抜くような形にして、うん、やっぱりダウンコースは入れているのと、うんうん、あと実はリアのタイヤが 400R よりも20ミリ太いんです、やっぱりリアにスタビリティを持たせた方が、うん、安定感がすごくよく出るんで、はいはい、これは265を使ってるんですね、タイヤ幅。前が245なんです、ね、へ、だから前と後ろでタイヤサイズを今回はニスモは変えてるんです。なるほど、はあ、あえて変えるんだよね。あえて変えてます。実はパターンも違うんです、前のパターンと。あ、そうなの。はい、ダンロップがこだわってこの車に合わせて。そういうのって話し合うんですか、最初に。話し合います。そして、じゃあ後ろ変えていいですか、はい、とか、この台数でやりますって聞くんですけど、うん、やりますって言ってくれると嬉しいなと、うん、例えば、これバーストとかしてなんかなくなるとするやん、はいはい、そうすると交換のタイヤはあるんですか。まあ、もうちょっとディーラーに行ってダンロップのこの銘柄を指定してもらう方がいいと思いますね。なるほどね。だって言い方は悪いけどそんなに売れる車じゃないからね、スカイライン自体が。これ限定ですか。そうです、仙台の限定がこの車と、あともうリミテッドっていうバージョンもあるんですけども、これは手組みのエンジンになってるんですけど、それは追加で100台限定で、まあ、今年売ることになってます。ニスモはすぐ売れちゃう。売れちゃうんだよね。もうほぼほぼもう完売状態。もうニスモ、そういうのってどういう情報が入ってくるんですか。なんかネットから見てるの。いや、だからお客さんがですか。まあ、我々会社からも公表しますし、
やっぱりすごく足しげくディーラーに通っていただけるお客さんなんかは、その CA の方から情報をもらったりという方が多いです、ね、だいたいこういう車って宣伝しないじゃない、うん、あそうだよね、どこそ、ね、知らないうちにさ売り切れになってんだよね宣伝できるお金がないんですそおそらくだよ、はい、我々の世代もそうだったけど、新車では買えなかった若造なわけじゃない、それが中古で出てきて、ね、乗ってみたらすごく良かった、うん、だからいいに決まってるっていう、そういう世代が引き継いでんだと思う、うん、これも色は何、これもこれステルスグレーですけども、ガンメタとか白とか黒とか、うん、まあ普通に大体ラインナップの色はあります。赤は何ですか。赤もあります。なんで赤なんで赤なのねなんで赤なの。いやなんかこういうの すごくステルスなんとかって言って、はいはい、それいかにもって感じじゃないですか、うん、力を抜いて、そういうことですね、はい、なるほど、はい、あまり目立たないようにとか、ね、そうじゃあなんかカジュアルな赤目立つですけどねファミリーカーっぽいじゃないですか。昔2台前にスカイラインの赤があったんですよ、はいはい、ね、ありましたね。あれが僕大好きだったんですよ。だからああいうふうになんかこうあんまり俺乗ってんだぞってじゃなくて、もうなんかうちの娘が乗ってるんだぐらいの乗る方がなんか、うん、なるほどね、かっこいいかな、はい、まあ、そういう色もあるしエンジン見せなさい。Z の時は黄色とか言ってたくせに、スカイラインになったらいきなり赤かい。いやでもいいでしょイメージなんじゃないですか。いやスカイラインも黄色ってあったよねはい、昔ありましたね。エンジン一緒だけどカバーの見せ方が違うよね。そう、このタワーバーが絶対ないよね、どうしてもここをちょっと悪いよね、そうだよね、そうか、楽だよね、そう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 、うん、今のエンジンってみんなこうエンジンルームを見せないようにしてるよね、カバーで綺麗にしちゃって。なんで見せないようにしてるんですか。綺麗にしてんだよね。そうですね、見栄えよくカバーで、はい、だ熱こもっちゃうような気がするんですけどね。あとはそこら辺も全部考えて作ってますし、うん、あと音ですね。音ですか。ここで結構遮音を聞かせてるんで、エンジンの振動とか音もここで吸収させてるっていうのもありますね。なんか野暮な質問するんですけど、これ燃費ってどうなってるんですか、うん燃費、まあリッター10弱ぐらいは走りますね、この車。そんなに走る、はい、Z も Z も9ぐらいで走ります。すごいね、すごいね、まあ、乗り方はしないですけどね、もちろん、はい、乗り方しないですよ、ね、普通に乗ってるのは 7,8 キロで、はい、走ります、はい、全然走ります。 7,8 キロでね、これは、はい、ね、車乗れるんだったらすごいね、うん、これはおいくら万円。これは800ぐらいで、まあ、Z のニスモよりちょっと安いぐらい、はいはい、でこれも手に入らないんでしょ、うん、まあそうですね。え、完売ですか。完売です。もうで、また作んないんですか。いや、もう仙台とお約束してるじゃん。ああ、そうか。いや、いいんですよ、作っちゃってそれね、シリアルナンバーが入ってるんですよ、実は。あ、なるほどね。だから1番から1000番まではもう必ず番号で分かっちゃうので、正一番って作ればいい。そうですね。ちょっとね、その貴重なお車なんで試乗してみましょうよ。はい、わかりました、ね。乗ってみましょう。はい、ぜひ乗ってください。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。ではじゃん、うん、走り出し、はい、テリーさんスタンダードからいきます。はい、お願いします。しっとりしてるね、こうスタンダード。後ろ高級車の乗り味ですよ。あ、そう、うん、これはいいぞ。これはいい、うん、何がいいんですか。 400R この間乗ったんですよ、うん、で 400R の方が、まあ、言い方悪いですよ、うん、400R の方がちょっと安っぽいかなっていう入力がね。あ、これは入力がなんかちょっと高級車のジャンルに入ってる、ちょっとしっとり、そうそうそう、うん、このギャップの入力、ワンジンかかってからの、はい、アンジュレーションだったらこういうギャップ、ええ、ちょっと遠赤乗りますよ、はい、ほら、あ、本当だ、ね、ツンとこない、ね、そう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 、サスペンション硬いんですこっちの方。本当に、はい、ただね、タイヤがね、ちょっとやっぱ前後のバランス、ああ、上下と左右のバランスがうまく作って、乗り心地も結構良くしてる。リアスタビなんかもワンランク上げてますからね。いや、びっくり。ちょっと変えますよ。はい、お願いします。次はスポーツ。はい、スポーツです。スポーツは2バージョンあるんですか。スポーツプラスもあります。プラスとスポーツ、まあ、入力硬くなってる、うん、ね、うん、そうです。あ、
んだけど嫌な硬さじゃなくて、ちゃんとこう入力してから硬くなるっていうさ。ですね。うまいよね。うん。ああ上品だよね。あ、そうね。ちょっとプラスにしますよ。上品だな。はい。これスポーツプラスです。した理由が、うん、全部積み込まれてる。どの辺が一番、まあ、ノーマルも乗ってるからね、うん、400R は、はいはい、だけど何が違うかっていうと、うん、ま、あの多分後で教えてくれると思うけど、まずボディ剛性違うでしょ、うん、でステアリングフィール違うでしょ、うん、だからその辺が、まあ、なんかノーマルよりもしっかりしてる、うん、ボディ剛性はね、うん、でステアリングフィールもなんかシャープになってるし、うん、あとはねやっぱこう乗り心地うまいなっていうところ、うん、質が良かったね。スポーツモードにしてもセダンのね上質、うん、そうそう乗り心地とか質感を失ってないの、うん、それはケイちゃんも言ってましたよね。そう、どうでしたケイちゃん。上質でね、この品がいいんですよ、しっとりしてるの、うんうん、スポーツモードにしてもセダンの中の、うん、あこういうふうにセダンをかっこよくしたんだって感じだよね、うん、しますします、うん、だからヨーロッパ車みたい、うん、そうだよ ね、はい、だからほら家族もいるからさ、うん、みんながみんな Z 乗れるわけじゃないじゃない、うん、はい、そうするとね、こうね4人なり5人なりで、うん、なんかみんなで楽しめる、うん、そういうのはもちろんなんていうの、うん、普通の多分だけど、うん、これ持ってるやつは、うん、GTR か Z 持ってるから本当になるほど、あの、ね、でもそうかも、ニスモファンって1台じゃないんだよね、もう我慢できないんですね、もう松田継夫っていうやつがいるんだGTR 買うでしょ、 Z 買うでしょ、うん、全部ニスモ買いました。使えないもんね、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、はい、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。